っかけ内田篤人さん24歳言わずと知れたサッカー日本代表の右サイドバック、若干19歳で日本代表入りを果たし2010年にはドイツブンデスリーガの名門シャルケに移籍、サッカーファンだけでなくその甘いマスクで多くの女性を虜にする侍ジャパン、女性人気ナンバーワンのイケメン選手でございます。確かにいくよね、いわゆるさサッカー場行ったらやっぱり内田選手の時だけ女性人気の声が一段やっぱ違うんだって。いややっぱり僕見ててもやっぱうっち可愛いなと思いますもんね。可愛い。僕サッカーそんなに詳しくないんですけどやっぱうっちは可愛いですね。確かにうっちならっていうのはあるない、うっちだったらいいです、ね、別に何されても別に、うん、男性だけどうっちならもう俺もそこら辺はもう捨てちゃおうかなと思ってる。そこら辺そこら辺何やそこら辺そういうちょっとバージン捨てちゃおうかなと思って。あっうちあっちだった。それでもおとなしくしてますけど一番ゴリゴリはあの男ですよ。泰造さん泰造さんかわいい。まあ残念ながら泰造の場合ちょっとバージンではないけど。あとめまして本日のスペシャルゲストサッカー日本代表の内田篤人選手です。さあ、ね、言われて嬉しい言葉、言われて嬉しい言葉いろいろありあるんだろうけどな、うん、男からのかっこいい。ごめんなさい、なんで女性からの方が嬉しいでしょう。だっていやでも別に嬉しいですけど、うん、でも男の人からかっこいいって言われるとやっぱ違う、本物やったりするよな。だからより嬉しさが、そうですね、そういう人になりたい、そういう男になりたい。じゃあ泰造言ってあげて、せっかくだからその男からのかっこいいっていうのが、はい、ちゃんと魂込めて言ってあげてよ。サウナっていう設定で。サウナ、サウナっていう設定で。どういうかっこいいがいいんですか。例えばですけど、うん、男同士で喋ってて、うん、うちだってなんかその男らしくてかっこいいよなあいつはみたいな話を、あもうここにいないんだ、ここぞって聞きたい。あなるほどなるほどなるほど。じゃあ向こう行ってね。じゃあサウナ、いやサウナで途中で出てる。あいやいやサウナ一緒に入ってて、あ出た後に言うのね。水風呂じゃあそっちね、うん、いやもう12分ぐらい入ろうか。さっきここにいたのはあれ？そうでしょ。行ったでしょ？うん。ね、代表でね。あ、サッカーのね。うん。あいつかっこいいね。また始まったよ。嬉しかったです。はい。すごい嬉しかった。でもね、あいつちょっと邪心のあるかっこいい。違う意味ですよ。違う。違う意味です。お前本当に俺そっちに見られるんだからね。